サラトガスプリングズはアメリカ合衆国ニューヨーク州にある都市。サラトガ軍に位置し、2000年の人口統計では26,186人が住んでいる。原市長はスコット・ジョンソン。資料によればイギリス兵でフレンチ・インディアン戦争の英雄でもあるウィリアム・ジョンソンが後にサラトガスプリングとなる場所へ連れてこられたのだという。それは1767年のことで、 現地にいた友人に連れて来られたのは、戦争で覆った傷を癒すためだった。この地には傷を癒す薬用の効果があると、信じられていた泉があったことがその理由であり、現在は、ハイロックスプリングという名で知られている。この場所へ最初に定住者が住み着いたのは1776年頃で、その後はアメリカ独立戦争で名を馳せたギデオンパトナ村により、ホテルが建設されるなどしは発展。 1819年には町として設立され合併を経て一体が主となったのが1915年のことである。19世紀中は多くのホテルが見渡せる温泉で知られることとなり、中でもギデオンにより建設された巨大なグランドユニオンホテルは当時世界に散在していたホテルの中でも最大を誇ったアメリカ独立戦争のターニングポイントともなった有名な サラトガの戦いは、このサラトガスプリングでは繰り広げられていない。市の総面積は7 5 3平方メートル市内には、アメリカ合衆国内でも、歴史の古いサラトガ競馬場があるほか、アメリカ競馬名誉の伝道博物館も一致する。競馬前世紀にはマフィアが暗躍し、ラスベガスのモデルになった。他にもかつて1961年に、 ボブ・ディランが公演を行ったカフェレナも古い歴史を誇り、市内にはゴルフ場も点在。北側にはスキットモア大学が位置している。サラトガスプリング駅、アムトラックのサラトガスプリング駅はステーションレーン26にある。アムトラックのサラトガスプリング駅に停車する列車は下記の通り。ありがとうございます。